ういえば前にスメラギビルで手に入れたデータ、あれから解析は進んだの？いや、まだしばらくかかりそうだ。超級電波塔つくよみ、あのタワーにあるスメラギの通信ログがあれば解読のきっかけがつかめるかもしれん。ああ、あのすっごく大きな塔？あれって電波塔だったんだ。でもよ、あのタワーってすっげえ警備が厳重だぜ。いくら兄貴たちでも中に入れんの？そこら辺は心配ご無用。ビルの時と同じで、あのタワーにも資材搬入経路があるんだ。じゃあまた列車に乗り込むとか？いや、あれだけ高いタワーだ。資材は空輸で直接上層まで送っているらしい。その輸送機に乗って空中から攻め込むってこと？あんまり無茶をしないでね。思ったより早い。脱出が間に合わなかったではないか。仕方ない、貴様の討伐も業務のうちだ。アドリブで当たらせてもらう。お前はあの時囚人の抑制士を連れていた女署長、
因果なことだな。よりにもよってまた一日所長としてこの塔の警備を任されている日に貴様が現れると。一日所長？その通りだ、素人バーチャルアイドル。コントラクト。ライブスタート。これがイソラの普段の姿。コンパニオンのセプティマを操る、歌って踊って戦っちゃう翼戦士系アイドル。リクス君、それにロロちゃん、きっと通信データのロゴを狙ってきたんだろうけど、それは今イソラが持ってるの。ログをかけてロロちゃんと私、どっちがすごいアイドルなのか真剣勝負お願いします。結局最後まであの敵にはノーコメントなんだね、アキラ君。